サスは、スペインガリシア州は、コルーニャ県のムニシピオコマルカダテーラでソネーラに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は5219人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.49%。サスは、コリスタンコ、サンタコンバ、マサリコス、ビミアンソ、ラシェ、カバーナデベルガンティーニオスの各自治体と協会をなす。 コスタダモルテ地域にあるものの、海には面しておらず、南北に細長い。自治体内での最高地点は、ピコデメーダ法で、海抜567メートルである。北部をグランデ川が、南部をシャージャス川が流れる。サスは、コルクビオン司法管轄区に属す。サスにはおよそ5000年前のものと考えられている、巨石文化の遺跡が残されており、ムイーニョ教区にある。 アルカダピオーサと呼ばれるドルメンは最も知られている。また、サンアドリアンのカストロのようなカストロもいくつか発見されている。南部には、ローマ時代のものを基礎に、中世に建造された石橋ポンテデブランドミル、また、アージョ教区には16世紀に建てられたアージョの塔などが残されている。サス教区では、民族音楽の祭典フェスタでカルバジェイラが開かれ、 2008年には25回目を数えた。主要な産業は農業と牧畜業で規模はいずれも小規模である。自治体市長はガリシア民族主義ブロックのマヌエル・ムイーニョ・エスパサンリン。自治体表議員はガリシア民族主義ブロック8ガリシア国民党 3CG2 となっている。サスは16教区に分けられる。ありがとうございます。